オッタースベルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ヌフェルデン軍に、属す単一自治体の町である。1972年の自治体再編以降、オッタースベルク町は、以下の集落からなる、オッタースベルク、フィッシャー風で、クベルクホルン、オッターシテッド、ポストハウゼン、エックステーファー、ナルタウエン。オッタースベルク地区とフィッシャー風で地区は、ベンメ川沿いの定地に位置する。 クベルカホルン地区とオッターシュテッド地区は砂地のオンネに位置する。ポストハウゼン地区は工作地を抜ける街道沿いの集落が一体化した集落である。オッタースベルクは西はブレーメン、南西はオイテン、南はランクベーデル、東はザムトゲマインデゾットルム軍、北はザムトゲマインデタルムシュテット軍グラスベルク、リリエンタールと境を接する。 スコーネ戦争の1675年から1676年の戦闘でスウェーデンは神聖ローマ帝国の両方とデンマークとの連合軍に敗れ1679年の終戦までこの地域を的が領有することを許した1679年のサンジェルマン条約でオッター・スベルクは再びスウェーデン領となったその後オッター・スベルクは 時代とともにブラウンシュバイクリューネブルク戦帝国領、ベスト・ファーレン王国、ナポレオンのフランス帝国とその貴族が変遷した。その後1866年までオッタースベルクはハノーファー王国の一部であった。プロイセンによる併合後はプロイセン王国のハノーファー州に属し、第二次世界大戦後はドイツのハノーファー州を経て、最終的には ニーガーザク戦軍に属すこととなった。町議会は28議席からなる。町長は直接選挙で選出される。町の紋章は青字で、口に魚をくわえて水から上がるカワウソが描かれている。ただし、このカワウソは、写実的な姿ではなく、獅子の頭部に、わしの爪を持った、紋章学的に図案化された姿である。オッタースドルフはアウトバーン A1 号線のブレーメント。 ハンブルクの間に位置している。鉄道ブレーメンハンブルク線は街の南に駅を有している。オッタースベルク、バーンホーフ地区は第二次世界大戦後に発展した。ドイツ鉄道は旧ハノーファー州にちなみ、この駅名を現在もオッタースベルクとしている。ブレーメンハンブルク広域自転車道もこの街を通っている。ショッピングセンター、ドーデンホーフポストハウゼン地区に 道電豊府商店を構えていた、家内企業は、北ドイツ最大のショッピングセンターの一つに発展した。最寄りの病院は、アヒムのアラーベーザー病院、レジデンツ病院、リリエンタール、ブレーメン市内の病院や、ディアコニー病院ローテンブルクである。オッタースベルク地区には、かつては城塞であった、城管風のアムツ法府がある。ここには、城壁や堀の跡も残されている。 この記念建造物は全面的な改修を受け、1946年以降は自由ルドルフ・シュタイナー学園が使用している。フィッシャー風で地区には、オットモーダーゾーンをはじめとする芸術家の家がある。オットモーダーゾーンは、クベルクホルンのフレーゼ・ボッテーベク、ビル・ヘルムス・ハウザー通りに住んでいた。彼は、クベルクホルンの墓地に葬られている。 オッターシュテット地区とオッタースベルク地区との間の街道沿いにあるユダヤ人墓地にはオッタースベルク周辺で1835年から1920年までに亡くなったユダヤ人の27機の墓石が残っている。この墓地は保護記念文化財に指定されている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。